どうも、洋次郎でーす。はい、昨日はね、ワリラジ100回突破リレースペシャルみたいな感じでね、ラジオが、あって、でね、生放送で、ま、楽しかったですよね。なんか僕はそうですね、ベロンベロンだったんで、最後の方はなんか聞いてなかったんですけども、どうやらなんか、アマチュサリーからのなんか、重大報告みたいなのはなかったみたいですね。なんか良かった、良かったのかなぁとは思うんですけども。はい、まあ、サリーはね、サリラジもあって、で、ワリラジに行くっていう、お忙しだったのお疲れ様っていう感じなんですけども、昨日、7日の方からこういう情報が、出ましたね。はい。6月19日、20時より FC 限定番組720ハウス新曲最速解禁スペシャルということでね、はい。の生配信が決定しましたということでね、はい。キュースシングル表題曲を一足早く最速解禁しちゃいます。その他、新情報も、多数解禁予定、見どころ満載の番組になる予定です。ぜひこの、機会に、FC に ご入会くださいということでね、はい。ついに、新曲が、解禁ということでね、はい。MV も解禁されるのか、MV って書いてないんでね、まあ、あの曲だけなのかなと思うんですけども、はい、もう楽しみですね、本当に。うん。ねえ、まあ、これを機に、FC 入会してということなんでね。はい。時間が、20時から21時の予定ということでね。はい。確か、この日なんか、握手会、オンライントークあるんですかね。それで、ちょっとなんか配信時間は前後するかもみたいなこと書いてありましたけども。まあ、この時間帯にやるんだな、と。はい。そういう感じです。はい。ね、ついに、解禁かーってなりますし、番組内では、翌日、6月20日月曜日、0時より先行配信となる、キュースシングル表題曲を、最速解禁ということでね、はい。そうなんだ、先行配信が始まるということでね、はい。まあ、大体いつもこれぐらいの時期になんかそういう解禁というか、その解禁してで次の段階でなんか MV 公開みたいな感じですよね。はい。ねえ、ついに14人での、ね、歌が届くということでね。はい。今までね、そういうなんか720ってちょっと暗いイメージの曲、まあ表題曲、なんか自分と向き合うじゃないですけども、そういう曲が多かったですけども、ね、この一発目って大事ですよね。あの、そのグループの色がどういう方向にね、行くのかって大事な感じになりますから、ね、それ本当にね、どうなっていくのかっていうの楽しみですね。はい。なんか明るく前向きな感じがいいっすよね。そういう感じにね、なんか行くといいなぁと思います。はい。で、そんなね、天地さんは昨日は、サリラジで話してましたけども、後輩メンバーと TikTok を撮るみたいな感じでね、でなんかエマカッちゃんとなんかダンスみたいな感じで行ってましたけども、はい。ね、あのその場では、ああ、いいよ、一緒にやろうよ、みたいなことを言うんですけども、釣り合った時にね、1ミリも振りを覚えてきてないということでね、はい、そんな感じでね、なんか、ね、逃げまくってたんですけども、ついになんか、ね、エマカッチャーに捕まっちゃって、あのダンスの件ってどうなってるんですかみたいな感じで、ギューってなったらしいんですけど、ね、じゃあ今度予定決めてやろうっていうことでね、ついに捕まっちゃったらしくて、今頑張っているらしいですね。はい。え、まかっちゃんね、本当にダンスね、大好きですから、大好きというか、本当に上手ですからね。で、もうサリーのことも多分というか尊敬してますからね。はい。一緒にやりたいんだなっていう気持ちが大きいと思いますし、え、まかっちゃんマジでしょうね。本気で天地さんとやりたい、サリーさんとやりたいと思ってるから、ね、そういう行動に出たんだと思うし、うん、だからね、サリーやってあげてね、ほんと。ねえ、ほんとにね、うん。知ってるんだ、そんなダンスの振りを覚えるんだったら、推しをめでたいみたいね。そんなことを思ってるんでしょう。うちでもね、もう後輩のためにもね、頑張ってほしいなと思います。はい。
で今裏では、天谷音ちゃんがね、ショールームやってますし、本日21時よりね、朝倉ゆいさんがインスタライブやるらしいですね。はい、なんかこのね、なんか久々になんかゆいちゃんのことをね話した動画この間ありますけども、まさかこのタイミングでなんか本人がね、あまりそう SNS 等で発信というか配信しないのになんかタイミングかぶってね、なんかね配信するということでね、はい、なんかあれですかね、また新しいなんか出演が決まったからみたいな感じなのか、それともなんか気まぐれなのかよくわかりませんけど、気まぐれってことはなんかなさそうですよね。何か情報解禁みたいな感じだと思うんですけどね、まあ、それも楽しみに待っていようかなと思います。それでは、本日動画以上にしたいと思います。それでは、チャンネル登録だったり高評価、バッドボタンでもいい何かしらボタンを押してくれたら嬉しいですし、あとはね、コメントもよろしくお願いいたします。